うん、だこいつはもうシコシコピエロ、今徒歩ですね。徒歩ピエロです。徒歩ピエロでございます。気持ち悪い。こういうやつピエロすんなや。もうマジでやるメリットがないやろ。ピエロやるメリットは何なの。みんな最初からは思いっきりダッシュできてかっこいい。だ見つけてさ、見つけてから板潰してロケット無限ダッシュって、そりゃ当たるやろそれ。じゃあなんでみんな使わないの。教えようかみんな。うん、教えようか。みんな最初からやらないとダサいと思ってるからよ。こいつは、恥ずべき行為を普通にできるやつやから。俺は無理。俺は最初から、ダッシュしないと、恥ずかしすぎて無理。恥ずかしいものだってマジで。ピエロで、しょっぱながら自分のスポイチに推進器があって、それで徒歩して人見つけてから推進器出せんよ。ねえみんな。俺はそう思うな。普通に強いよピエロ。初期はピエロ嫌いでした。もう初期ピエロ一強あったからな。アレックスそれで、アレックス引退した。俺ダブルダウンしてもいいよ別に。起没ですぐ倒せなかった。起没してちょっとした後にやるのかな。あとピエロやる人ってさっき言ったやん、恥ずべき行為をこいつは忍める。もうそれよく言ってくれた。俺の説の立証になるよ、それ。なぜなら、俺がピエロ使うときって、攻撃バナー一緒に押してから攻撃するんよ。どう？かっこいいやん。ピエロやる人って何を求めてるの、みんな。かっこよさなのよ。いい？最初からロケットダッシュして、ずっと刺す。うまいドラテク見せて、敵を攻撃していく。それがピエロだよねんけど、こいつはちゃうねん。ね？そうでしょ？これバカだよね、ここ見えてないし。うん。で、気持ちもきっとこいつはね、ただ板またぐためにやっただけ。もうなんていうかな、この板を壊す必要のない分の、気持ちをやってんねん。本来なら、ね、窓またいだり、板倒した瞬間に合わせて、攻撃しながらの気持ちを見せっぷでやってくんよ、ピエロの人だって。キモい気持ちやな、みたいな感じで、全然かっこよくもないし、なんか、フォーってやって、その後通常攻撃とかスキル打つのはダサすぎる。うん、で、気持ちってね、やっぱね、攻撃しながら、ね、鬼没を押してでさらに振り向く。ああ、美しい。だからこいつ気持ち悪いもん、純粋に。気持ち悪い。やらんほうがいい。うん、美しくない。見せないと、だって。これはね、まあ、裏でやってるやつやから、誰も見てないからね。うん、だからこいつはもうシコシコやっときゃいいって、もうオナニーですよ。で、言うやん、もう。下ネタになりますけど。はい。言うやろ、それ。気持ちよくなってんね。俺はね、もう、ほんまにね、最初からロケットダッシュ。みんな見てるから。ピエロ使ってって言われたら使うし。みんな見てるから。オフェンス使ってって、オフェンスなんてクソうんこ、クズかすのに全然使えんのに、そういう動画もさ、切り取り出してるのに、ね、もう今使うべきじゃねえぞっていう。なのに俺は使うんだよ。みんな見てるから。あー、パワハラや。何ハラこれ。みんな見てるからもうやらないといけないという、そういう状況。何ハラですか？見せハラ、見せハラ。ドリル食ったよ俺、ドリル。旦那様のボンボン、あの時期はね、携帯がうんこで、今もうんこで、あ、ほらほらこれ、ほら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 見て、これこいつ言ったやろ、オナニって言ったやろ俺、みんなほらほら、みんなすごいでしょ、もう全部俺の説立証してんねん。こいつオナニやってんよ、自分が気持ちよくなるためにやってんのよ。ほらすごいやろ、ほら別に煽りとか俺は一切気にしないよ、ほんまに。でも、俺はさっき言ったんねん。こいつは自分が気持ちよくなるためにやってるだけなんよ。いい？かっこよさとか恥ずかしさ全部捨ててんの、こいつは。すごい、え、すごいでしょ、俺。分析が。だから、今、この時期、このランク帯で、ピエロ、ね？ピエロはね、違うんだよ。ピエロ美しいんだよ。なのに、最初からダッシュせずに使ってるやつって、マジでね、もう純粋に、なんだよお前、どうして登録しない、簡単だろ、はいよ、そっちじゃなくてこっちだよ、ちょいちょいも登録したよね。